ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回はインドネシアがかかった中国の罠についてお話ししていきたいと思います。インドネシアと中国の外交経済関係はアジアにおける重要な二国間関係の一つです。両国は歴史的に深い関係を持ち、近年では経済的な結びつきが特に強化されています。まず外交面では、インドネシアと中国は共に地域の安定と繁栄を目指して協力しています。さらに中国の習近平国家主席肝入りの大経済圏構築のための一帯一路構想はインドネシアにとっても重要なプロジェクトであり、両国のインフラ整備において重要な役割を果たしています。具体的には、中国の投資によるジャカルタからバンドンを結ぶ高速鉄道や他のインフラプロジェクトが進行中であり、これが二国間関係をさらに強化しています。こうしたことからも読み取れるように、経済関係において中国はインドネシアの最大の貿易相手国の一つです。2023年の時点で両国間の貿易額は急増しており、特にエネルギー資源や製造業製品の輸出入が活発です。インドネシアは石炭や天然ガスなどのエネルギー資源を中国に輸出し、中国からは機械や電気製品を輸入。この貿易関係は両国の経済成長にとって重要な要素となっています。さらに中国はインドネシアへの直接投資も積極的に行っています。製造業や工業、エネルギー分野での投資が目立ち、これによりインドネシアの経済発展と雇用創出に貢献しています。特に中国企業によるニッケルやバッテリー製造プロジェクトは電気自動車市場の拡大に伴い、両国間の経済連携を深める一因となっています。しかしこのニッケルの採掘加工に関して、インドネシアは完全に中国の罠にはまってしまい、今更ながらインドネシアが中国側に猛反発しているというんですね。果たしてインドネシアに何があったのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。これはあらゆる産業において共通して言えますが、一つの主要な顧客に依存するのは危険と言えます。このことを最も痛感しているのは、ひょっとしたらインドネシアかもしれません。インドネシアは自国のニッケル採掘、加工産業が中国に実質的に支配されようとする中で、なんとか現状を打破して中国との関係を見直す動きを見せているんです。当初、インドネシアと中国のニッケルに関する協力関係は非常に成功していました。インドネシアは豊富なニッケル資源と労働力を提供し、中国は必要な技術と市場を提供するという理想的なパートナーシップが築かれていたんです。ニッケルは EV のバッテリーの主要原材料であり、ステンレス鋼にも使用されるため、現代社会において非常に重要な資源になります。この協力関係のおかげで、インドネシアのニッケル産業は急速に成長し、世界市場でのシェアはなんと 55% に達しました。インドネシアは2030年までにシェアを 70% にまで引き上げることを目指しています。しかし最近になって様々な問題が浮上しました。その一つは、中国企業が単に利益を追求しているわけではなく、自国の巨大な製造業向けに安価で安定したニッケル供給を確保することが主要な目的であることが明らかになってきたことです。このような背景から、中国との関係がインドネシアにとって必ずしも利益をもたらしているわけではないことが見えてきました。ニッケルの市場価値はインドネシアの大量供給により過去1年半で 47% も下落しています。これは中国の EV メーカーにとっては非常に喜ばしいいいニュースと言えますが、インドネシアや他国のニッケル生産者にとっては大きな打撃となってしまいます。さらにアメリカ市場へのアクセスが制限される可能性も浮上しています。中国の影響が強いインドネシアのニッケル産業はアメリカの税制優遇措置を受けられない可能性が高まっているんですね。アメリカは脱炭素化を進めるために巨額の税制優遇や補助金を提供しており、カナダやオーストラリアといった他の生産国にとって大きなチャンスとなっています。
インドネシアがこのまま中国への依存を続ければ他の市場へのアクセスを失うリスクがあるわけで、ヨーロッパも EV 産業のためにニッケルを必要としているわけですが、ここも中国製 EV の大量流入に苦しんでいるため、インドネシアにとっては厳しい状況となっています。つまりインドネシアと中国の提携は当初の成功から一転して問題を抱えるようになってしまったと言えるでしょう。結局総合的に見て中国ばかりが得をしていて、インドネシアは四苦八苦しているわけです。こうした状況から抜け出すためにニッケル産業の再編計画が検討されており、中国の出資比率を 25% 未満に抑えることでアメリカの税制優遇を享受できるようにする動きが進んでいるところです。インドネシアは地政学的な緊張を避けつつ自国の国益を追求するための重要な政策を打ち出してきています。ただしこれが中国との関係を悪化させるリスクもあり、中国企業が出資制限に抵抗することが予想されます。インドネシアは重要な金属供給をめぐるバランスをどう取るか、今後の動向が注目されるところですね。さらにインドネシアは中国の債務の罠にはまりつつあるとの見方もあります。インドネシアは近年中国の一帯一路構想に基づくインフラ投資を積極的に受け入れてきました。これにより多くの道路、橋梁、鉄道などのプロジェクトが進められ経済発展のための基盤が整備されています。しかしこの背後には中国の債務の罠に陥るリスクが存在します。債務の罠とは中国が巨額の資金を提供してインフラ整備を行う一方で受け入れ国がその返済に苦しむ状況を指します。インドネシアも例外ではなく、特にジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトがその典型的な例です。このプロジェクトは当初予定された予算を大幅に超過し、返済能力に疑問が生じています。インフラ整備のために中国からの借款が膨らむ中、その返済負担が国の財政に重くのしかかる可能性があります。さらに中国からの借款にはしばしば高金利や厳しい返済条件が付随しており、返済が滞った場合には戦略的な資産や重要なインフラが中国に渡るリスクも存在します。このような状況は国家の主権や独立性を脅かす要因となり得ます。一方でインドネシア政府は経済成長とインフラ整備の必要性から中国の投資を歓迎しています。しかし長期的な視点で見ると返済負担の増大が経済全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。特に透明性の確保や多様な資金源の確保が重要となるわけですね。最近ではインドネシア国内でも中国からの借款に依存しすぎないよう批判するメディアが現れたり、他国や民間からの投資を積極的に誘致する動きが見られます。このような努力は債務の罠を避けつつ持続可能な経済発展を目指すために重要ですが、政府が中国とズブズブの関係となってしまえば中国依存から抜け出すことは困難となりますので、非常に難しい国家の舵取りが要求されそうです。果たして今後インドネシアが国際社会においてどのような振る舞いをしてポジションを確立するのか、引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。